さんたちの冒険の記録よ。体験しなきゃ。勇敢な海の戦士に俺はなる。ローグタウンを出してついにグランドラインに突入した麦わらの一味。やがて上陸した島に待ち受けていたのは秘密結社バロックワークスの賞金稼ぎたちだった。その戦いの中でバロックワークスに潜入していたアラバスタ王国の王女ビビを成り行きで保護したルフィたちは、内乱の危機にある祖国を救いたいというビビの思いと覚悟に心を動かされて、彼女をアラバスタ王国まで無事に送り届けることを決める。しかし先を急ぐ航海の途上でナミが高熱を発して倒れてしまう。ビビは航海の続行よりもナミを医者に見せることを優先すべきだと提案し、一味は冬島ドラム島に上陸する。かつて島を治めていたドラム王国は医療大国として知られていたが、海賊の襲撃に遭い国王のワポルが国外へ逃亡したために衰退しつつあった。この島の医者はワポルによって連れ去られ、ドラムロック山頂の城に住むドクター・クレハが島に残った唯一の医者だという。想像を超える過酷な雪山で様々な障害を越え山頂を目指すルフィたち。しかし体力は限界を迎えようとしていた。着いた。綺麗な城だ。医者、こいつは全身凍傷になりかけてる。こんな格好で何のつもりだ。すぐに湯を沸かしてぶち込んどきな。こっちは出血がひどいんだ。あばら6本と背骨にひび。俺がオペしていい？一番やばいのはこの娘だね。死にかけてる。大丈夫だ。あの血まみれのガキもこの娘もちゃんと治してやるから安心しな。だよ。わかったよ。助ける。チョッパー治療だ。頂上に到達したルフィはドクター・クレハとチョッパーに救われる。ナミとサンジの治療も間に合い、自らも手当てを受けた。回復したナミはドクター・クレハにチョッパーについて尋ねる。ドクター・クレハはチョッパーの悲しい過去を語り始めた。人々の実を食べたトナカイ、トニートニーチョッパー。彼はトナカイからも人からも拒まれる孤独な存在であった。傷ついた彼を唯一受け入れたヤブ医者ドクター・ヒルルク。彼はチョッパーを息子として扱うが、死病に侵されていた。国を癒すためヒルルクはある研究に余命を費やしていたが、医者狩りを掲げたワポルの罠により世を去ってしまう。チョッパーはヒルルクの意志を継ぐためドクター・クレハの下で医術を学んでいたが、その心は未だ傷ついたままであった。待てこら！
いつさっき喋ってなかったか？ん？そういやあいつ二本足で立ってたような。バケモンだ！なんだありゃ、二本足で歩いてトナカイでモコモコでチビででかくなってバケモノで。いいやつだ、面白え。サンジ、あいつ仲間にしよう。こら待て、バケモノ、俺たちの仲間になれ。あれ、この匂いはワッポル。野郎ども、俺の城を奪い返すぞ。この城はドクターの墓標にするんだ。あいつらは絶対に入れない。やっちまえトナカイ、俺たちも一緒に戦うぞ。国を見捨てた国王など認められるか。俺たちも戦うぞ。王様に逆らうカバどもがこんなにいるとは驚いたね。実際
残らず死刑にしてやる。それが一国の王のやることなの。ルフィさん、みんなを守ってあげて。城の守りが手薄になってる。あんまり城から離れないでくれ。黙ります。俺たちも加勢するぞ。ラパン、雪山を荒らされて怒ってるんだ。いたわ。放っておくと村の人が危ない。直してやるからな。よし、もう大丈夫だぞ。ガレレウ、俺が万能薬になるんだ。何でも治せる医者になるんだ。だってこの世に治せない病気はないんだから。ラパン、俺たちは城を守りたいだけで、お前らに危害を加える気はないんだ。うさっぱり帰った。おいおい、どんだけ手間取ってんだ。さっさと皆殺しにしてこねえか。王様がどれほど偉いのか見せてやる。バクバクシャーッケ、デリシャース。やはり
り大砲は生に限るぜ。食べた大砲が体の一部に。気をつけてルフィさん。まだだ、黙ります。やっと殺日の雨地獄。誰かワポルの砲撃を止めてくれ。いたら鍵の分際で王に逆らおってんじゃねえだろうな。俺様の砲撃を食らいやがれ。ラパンはワポルたちと戦う気だ。誰かラパンを助けてやってくれ。やるる、ワポルへの近道を教えてくれるのか。
ン流れ星you
お前つらしきね。頑張ります。発展ボス頑張ります。頑張ります。ルフィ助けを。わかった。殺気のアベンジボス。頑張ります。その態度、死刑確定だな。おい、流れ星、流れ星、あ、どこ行く気だ、邪魔口。流れ星、サボテン星。いい加減に死ねるか。その城の主は俺様だぞ。この城はね、ヒルルクの墓にしたんだ。お前らのような腐ったガキどもの来るところじゃないよ。墓？あのカバイサの墓だと？まあ！笑わせるな！ドクターはこの国を救いたかったんだ。だから俺はお前たちを城へは入れない。あのドクターの信念、ドクロの旗は絶対に下ろさせないぞ。まあ、いよいよもって殺してえやつ大集合ってわけだな。ドクターはお前だって救おうとしたんだぞ。この国から出て行けよ。雪国名物雪結晶。雪に隠れて別の場所に逃げたな。逃げ場をなくして追い詰めてやろう。バクバクチョーク。いでよ王国の戦士たち、俺様の城を取り戻してこい。いたか。おいおい、ババどもを調子づかせるんじゃねえよ。まだまだ行くぜ。バクバクショック。よし、ヤツが逃げ込みそうな場所を落としちまうか。もう落とされたってのか。日のアベンジボス。
をやってんだカスども。島一つ満足に守れねえのか。強さ。
あいつらまとめて食いつぶしてやる。王様の思い通りにならんやつは死ねえ。これがこの国のすべてだ。この城は俺の城だ。よりによってあんなヘボ医者の旗なんぞ掲げるんじゃねえや。城が腐っちまうぜ。何してんだ、ドクターのドクロマークに。おい、邪魔口！麦わら！お前はこの旗の意味を知らねえんだ。まあ！そんな海賊どものアホな飾りに意味なんぞあるか！何度でも折ってやるぞ、そんなカバ旗なぞ！避けろ！危ない！お前なんかに折れるもんか！ドクロのマークは信念の象徴なんだぞ！吹き飛べ、カバメ。ほらな、折れねえ。これが一体どこの誰の海賊旗かは知らねえけどな、これは命を誓う旗だから冗談で立ってるわけじゃねえんだぞ。お前なんかがヘラヘラ笑ってへし折っていい旗じゃないんだ。誰からも疲れねえ一人ぼっちの怪物に何ができるってんだ。仲間なんていなくたって俺は戦えるんだ。ドクターの旗がある限り俺は仲間ならいるさ。俺が仲間だ。
戦いなんだぞ。必殺ひまわり決まる。王様だろうと神様だろうと、誰が偉くたって偉くなくたって関係ねえんだ。俺は海賊だからな。北欧の見せる奇跡。必殺ひまわり決まる。残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ドクトリーヌ、俺海賊になるんだ。あいつらと一緒に行くよ。海に出るんだよ。船員としてあいつらの仲間になって世界を旅するんだ。バカ言うんじゃないよ。海賊なんてろくなもんじゃない。あっという間に屍になるのがオチさね。それでもいいんだ。生意気言うんじゃないよ。たかだかトラカイが海へ出るなんて話聞いたことないね。そうだよ、トナカイだ。でも男だ。お前みたいな泣き虫が男だって、勝手な真似は許さないよ。お前なんかが海へ出て一体何ができるって言うんだい。あのヤブ医者のように幻想に生きるのかい。違う、幻想じゃないよ。ドクターの研究は完成してたんだ。あ、みんなソリに乗って山を降りるぞ。待ちな。なに。
用意はいいかい、若造ども、うちら。言っといで、バカ息子。やるじゃねえか。
商談成立。お釜が釣れた。お前泳げねえんだな。そうよ、あっちは悪魔の実を食べたのよ。そうね、余興代わりに見せてあげるわ。冗談じゃないわよ。左手で触れればふーら元通り。これがあっちの食べたマネマネの実の能力よ。生かす。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あんたの船じゃないの？あら、もうお別れの時間？残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でも忘れないで。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしん。また会おうぜ。うわあ、さあ行くのよお前たち。はっ、ミスター2、ボンクレー様。ミスター2、あいつがミスター2ボンクレー。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら、私たち仲間を信用できなくなる。いや、今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろう。印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。でも、あれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあ、ビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたら、この包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。ビビと共にアラバスタに上陸した一味は、世界政府公認の海賊大岡七部海の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるバロックワークスの社長クロコダイルのアジトへと乗り込んだ。クロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時囚われの身となるが、別行動を取っていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出に成功。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、首都アルバーナに迫る反乱軍と国王軍が衝突しようとしていた。戦いを止めクロコダイルの野望をくじくため、ビビと麦わらの一味はアルバーナへと急ぐ。
さあパーティーの始まりだ。今日でこの国は我らのユートピアとなる。反乱が始まっちゃった。まだ間に合う。まずは目の前の敵を倒してアルバーナに乗り込むのよ。往生しなさい。サンダーボルトを入れ込む。お願い。海賊団の2番隊隊長がこの国に何の用だ。オートガス D エース。弟をね、探してんだ。だぜ。
時に本部からの入電か。撤収だ。体勢を立て直す。そこまでだ。の一味を消しておけ。野放しにしておきゃ作戦の邪魔になる。お願い。オフィサーエージェントに命じておる。この子だよ。ミスオールサンデー。オーム。応急に急がないと。終わりよ。俺たちもビビと一緒に行くぞ。冗談じゃないわよ。死になさい。プロの仕事を見せてやる。俺の相手はあいつだね。あいつは俺が引き受けた。行くわよ。アルバーナで起こっていることは分かった。相手は土深いだ。どうすれば。いただくわね。総長、あの女リコノミンです。懸賞金7900万。わずか8歳で海軍の軍艦6隻を沈めたという。あの女クロコダイルの仲間なの。登場しなさい。社長命令始末させてもらうぞ。この場所が欲しけりゃ死を覚悟しろ。言っておくが、俺を剣士だなんて思う。俺は殺し屋だ。何よ、アツシとやろうっての。往生しなさい。ダイヤモンド戦法。邪魔よ。私は政府の人間が大嫌いなの。Hit!
いてみようじゃねえか。そろそろ時間だな。ここにももう用はない。急いで。フルトンはどこにある？神の名を持つ世界最悪の古代兵器、この国のどこかに眠っているはずだ。教えろ。兵器？知らないわ。そんなものこの国には。確かに存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。ところで今この国の連中が戦っている広場だが、帝国に強力な爆弾が撃ち込まれる手はずになってる。直径5キロは吹き飛ぶ特製弾だ。景色が一変するだろうな。そんなさて、さっきとは質問を変えよう。ポーネグリフはどこにある？ポーネグリフ？それなら総裁殿にあるわ。
さあ教えたんだから、早く広場の砲撃を止めて。そんな約束を誰がした？お前一人でもさっさと逃げた方がいいんじゃねえか？いやよ、私はこの国の王女よ。まだ間に合う。砲撃は必ず止めてみせる。さて、総裁殿と言ったな。ルイーサ、広場の爆破まで時間がないの。このままじゃこの国は終わりよ。ビビ、諦めるのはまだ早いわよ。どこかに砲撃手がいるはず。探すのよ。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。力ずくでな。さすがは国家機密だ。知らなきゃ見つからねえな。それだけでかければ飛距離も落ちる。となるとやっぱ広場の近く。大砲が置けて広場に近い場所。分かった、みんな。砲撃手はあそこ。間違いなくあの時計台にいるわ。どうしようもない。
くわね、いただくわね、いただくわね。いただくわね。しなさい。こいつがポーネグリフか、ニコロビン。さあ、読んでみせろ。世界最悪の軍事力。プルトンの在りかをさっさと教えろ。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る、そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出るなら、私にも考えがある。すべてを許そう、ニコロビン。なぜなら俺は、アナから誰一人信用しちゃいねえからさ。
てめえ、まだ俺の邪魔はしてえのか。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。登場しなさい、サンダーボルト。お前は何も分かっちゃいねえ。死ぬなって言うくせに、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ。だからその厄介者を見捨てちまえば。死なせたくねえから。仲間だろうが。俺を誰だと思ってる。それ力見ろ。登場しなさい、サンダーボルト先行。こざけすしなさい、サンダーボルト先行。どこの馬の骨とも知れねえ小僧が。小ざかしい。お前なんかじゃ俺には勝てねえ。俺は海賊王になる男だ。しなさい、サンダーボルト先行。
なんでお前俺たちの船に乗ってんだよ。あちしが今この船に乗ってなかったら、この船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあお前、海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとトンズラぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ。俺たちはダメだ。仲間を迎えに行くんだ。ダチのため、ここで逃げるはボンクレーにあらず。麦ちゃんチーム、あちがおとりになるわ。その隙にダチを迎えに行きね。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そして、みんなビビー、ほら来たビビー。船を戻そう、急げ。ベビちゃん、海軍もそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今なんて。私一緒には行けません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから。だから行けません。そっか、私は印なら罰がいいな。ビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも長…バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても、左腕のこれが仲間の印だ。
やるじゃない。ルフィさんたちの。準備。